おはようございます、増田です。君がいて、あ、僕がいるっていう感じですね。今日はですね、吉本新喜劇のですね、チャーリー浜師匠のです、ね、師匠じゃないんですけど、僕のチャーリー浜さんのですね、ネタをですね、やってみました。はい、いつもですね、ブログをご覧になってくださって本当にありがとうございます。今日もですね、鴨川からですね、お送りしていきたいと思います。今日もですね、相談が来ています。今日の相談内容はですね、ターゲットの絞り方と値段の設定ということでですね、僕と同姓のですね、増田先生という方からですね、僕じゃないですよ、増田先生という方からですね、いただいています。増田先生、どうもありがとうございます。さて、そのターゲットの絞り方と値段の設定ということですけれども、これですね、まあ、マーケティングを少しでもですね、勉強している方であればですね、絞り込みというのはですね、とても大切なことだと分かっているんですけども、絞り込みをできていない。そしてですね、絞り込みができていても流行らないですね、その理由ですね、理由とですね、値段設定のですね、お話をしていきたいんですけれども、結局ですね、絞り込んでいくことはとても大事なんですけれども、絞り込んでいく。で、まずどういうところに絞り込んでいったらいいのか、これはズバリですね、自分が得意とする治療の方面とかですね、分野に、絞り込んでいくのがとてもいいことだと思います。僕やったらぎっくり腰と四十肩と五十肩なんですね。まあ更年期障害かかるとかいろいろありますけれども、その分野においてこの地域で唯一こういう治療ができますよっていうふうにですね、絞り込んでいってるですね、ことですね。で、絞り込みでもう一つ大事なのがですね、ただ絞り込むというよりもですね、その絞り込んだ業界とか、絞り込んだ分野にちゃんと人がいるか。これよくですね、魚釣りのですね、例題にですね、例えられるんですけれども、どんなに魚釣りが上手い人でも、魚のいない池では釣りが成立しないじゃないですか。ね、池があった、釣りが好きだ、そしてじゃあ釣れるかって言ったら魚がいい品があったら話にならないですね。じゃあその魚がいるかどうかっていうのは、ウェブの広告であったりとか、僕の広告であったりとか、要するに紙媒体とかにですね、要は勝負数ですね、1000とか2000とか3000でですね、ポスティングとか織り込みとかをしていくのがとてもいいテスト方法だと思います。それにですね、魚がそこにいると思ったらですね、一気に畳みかけるようにですね、マーケティングをしてみてください。値段の設定のことですけれども、これですね、患者さんにですね、こう質問してください。何々さんと、今の頻度で変わりなく来ていただくのに、限界ですよ、限界、もこれ以上は出せないっていう金額はいくら出せますかと聞いてください。もう一回言いますね。要は今来てる患者さんに、今の頻度を変えずにギリギリ、ほんまにもう限界ギリギリ、もうこれ以上は絶対無理っていうですね、金額はいくらですかっていうふうに聞いてください。その数字を、例えば1万やったら1万で出てきますよね。1万かける0.7 ですね。その出てきた金額かける0.7 をしてみてください。この 0.7 の数字はですね、根拠はありません。僕はですね、昔セールスの先生にですね、習った数字です。僕もですね、限界ギリギリの 0.7 という数字をですね、いつも値段設定にしてますんで、これをですね、ぜひ参考にしてみてください。そのことによってですね、増田先生のところにですね、はやっぱ絞り込んだ患者さんと自分の限界ギリギリいただける頻度、限界ギリギリでいただける金額をですね、患者さんに毎回いただくことができる、要は安定をする、一人勝ちができるということになりますので、ぜひ自作をしてみてください。そんな感じで今日はですね、終わっていきたいと思います。次回はですね、同じく増田先生からですね、独立時の立地条件と自分の売りですね、についてお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、次回もですね、ご覧になってください。そんな感じで今日はですね、終わっていきたいと思います。またですね、次回お会いしましょう。では。